いただきます。どうもパンケーキこと岸りょうたと申します。今回はちょっと昨日の動画をお休みしてしまったので、ちょっと朝ちょっと動画投稿してると思うんですけど、この動画朝に投稿されてると思うんですけど、なんとですね、姫と飯田テンタクルズのぬいぐるみが発売されたみたいですね。めちゃくちゃ欲しいんだけどこれ欲しすぎるんだけど、飯田ちゃんのぬいぐるみ5000個くらい買いたいんだけど、ちょっとツイッターのね本文を読んでいきましょうか。ファイナルフェスが迫る中、テンタクルズ姫飯田のぬいぐるみが三栄貿易様から発売された。ぬいぐるみながらゲストのグラデーション、服の装飾、飯田のヘソピアスまでしっかりと再現されていると。一人ずつはもちろん二人一緒にお迎えしてみてはいかがっていうことで、あのリンクがね貼られてて、これは通販でも買える感じなのかな。どうなんだろう、通販では買えないのか。税抜き価格で2800円ですね。ってことは3000円ちょっとかな、税込みで。で、他にもね、イカちゃんのさ、ゲソイカちゃんのゲソのぬいぐるみとかさ、よくみんなが持ってるイカちゃんのイカ姿のぬいぐるみとか、あとはガールとね、ボーイのぬいぐるみ、インクリングのね、ガールとボーイのぬいぐるみとかも発売してるみたいですね。いやーこれマジでめちゃくちゃ欲しいんだけどなんかめちゃくちゃ細かいところまで再現してるって書いてますね。なんか飯田ちゃんのへそピアスまで再現してると、このこだわりがすごいですね。この三栄貿易さん、読み方あってんかわかんないけど、三栄貿易さんはおそらく飯田が好きですね飯田ちゃんのへそピアスにまでしっかりとねこだわって作るあたり、もう飯田ちゃんのファンですね。というわけで、まあぬいぐるみの話はこれぐらいにしておきまして、この試合はですね、まあ月始めということでね、月始めマジックで6位を記録した試合ですね。世界6位に上がった試合、もうサムネでネタバレしてると思うんですけど、世界6位に上がった試合なんですけど、月始めはいいですね。この試合の前はね、ちょっとこの試合の前に武器トップと世界5位を取ってたんですけど、この試合終わった時に武器トップ抜かされてました武器トップ抜かされてたので、あとね、一瞬でも念願の武器トップを取れたのは紛れもない事実なので、元世界一って呼んでくださいダイナモローラベッチ元世界一って呼んでください、僕のことはさあもうカウント5カウントまで進んでるのでね、割とねもうこの時点で落ち着いてますよね。さあ7下をしっかり投げて、後ろからのクラッシュブラスターがめんどくさい、スプラッシュバスターやっていくが、スプラッシュボムにやられていく。立ち碁の矢倉って僕結構ダイナモがね強いと思っていて、防衛の時もね上からバシャバシャで相手のね矢倉状の敵にダメージを与えられると、攻撃の時もね、結構この曲者とかを生かして敵倒していけるので、個人的にはね、立ち用矢倉、ダイナモありなんじゃないかなと思っております。てか割と立ち用自体がなんか2になって、ダイナモかなりやりやすい気がするんだよな。縦振りも使えるんだし、1の時はね、そんなに使えなかったんですけど、立ち用のダイナモって苦手だったんですけど、さあここはチャージをしっかりしばいて、矢倉に持っていく。矢倉のルールで一番怖いのってハイパープレッサーですけど、まあ、こっちがもうね勝ってしまってるので、防衛さえしっかりしていればもう相手のハイパープレスも怖くないですね。パ
パンケーキ乗っていく。はい、残り3秒でここで延長入っていくが、矢倉って元の位置に戻るまでも結構時間かかるから、この延長の時にさ相手の方に押し込んでたらめっちゃ気分楽ですよね。結構進まれてるけど、しっかりとね、矢倉奪って、これで僕世界6位にランクインしました。突き始め、もうこれが取りたいがために僕あの最速で計測を終わらせました。でも僕より高い人いたわ、1位取りたかったんですけどね。というわけで今回はテンタクルズのぬいぐるみが発売されるということでね、めちゃくちゃ可愛いのでぜひ皆さんも買ってみてください。それではごちそうさまでした。またね、バイバイ。